岡県柳川市にある大和学校。プロのボートレーサーを養成する日本で唯一の施設です。ここに卒業を間近に控えた訓練生がいました。和田拓也訓練生23歳。実は彼のお兄さんは現役のボートレーサー。拓也さんもまたボートレーサーになることを目指しているんです。兄がなってないとやっぱりこういう道とかも知らなかったと思いますし。拓也さんのお兄さんはボートレーサーの和田健介選手。A1 級の選手で新鋭リーグ戦で優勝し、今回の新鋭王座決定戦にも出場するなど、今勢いに乗っている若手レーサーの一人です。父が亡くなった時にもう兄が人間がコロッと変わって、お父さん代わりみたいになって、もうお母さんしかいないんで。中学生の時に父親を亡くしてから女手一つで育てられた和田兄弟。その後兄の健介さんがボートレーサーとなり一家を支えました。しかし選手として健介さんが万事順調だったわけではありません。デビュー2年後レース中の事故で大怪我。7ヶ月のリハビリを経てようやく復帰。それでも拓也さんはその懸命な姿を見てボートレーサーになりたいと思ったのです。でも初めてレースを見た時に、絶対これ兄ちゃん乗ってないやろとは思いました。こんなすごい乗り物にびっくりしました。祖父と祖母がいて、兄ちゃんのレースがある時はボートレース場にやっぱり足を運ぶようになったりだとか、でも自分もそういうふうに応援してもらえたり認められるようになりたいっていうふうに思ったので応募しようと思いました。父親に代わり体一つで一家を支える兄拓也さんは、自分も共に家族を支えたい、そんな気持ちを持ってこのボートレースの世界に足を踏み入れたのです。そして大和学校に入学。もちろん大変なのは覚悟して入ったものの、ボートレーサーになるための本当の大変さを実感することになるのです。昼食、唯一の楽しみな時間ですが、拓也さんにとってはきつい時間でもあります。野球やってたのもあって、もともと63キロぐらいある、今は51ぐらい。12キロもの減量、そしてその体重の維持。ボートレーサーになるためには体重管理も大事なことなのです。ひたすら走るのと、やっぱ野菜ばっかり食べてました。そうですね、途中でやっぱり諦めかけたんですけど、でもやっぱり結局目標があるんで。訓練は体を使うことだけではありません。7時までの自習時間は脂肪かいて今日の一日の反省をします。こうやって今日の訓練を復習しながら毎日を過ごしているのです。翌朝操縦訓練です。あまり上手くないんで、スタートだけはやっぱちゃんと武器にしたいなとは思っています。拓也さんは6号艇4コースからのスタート。なんとトップスタートです。1コーナーでまくりに行きますが、内側の4号艇に刺されて2着に。しかしその時訓練中に転覆した艇がいました。
人命がやっぱ一番大事なんで。頭をよぎるのはやはり兄の怪我のこと。そんな時、兄の健介選手から卒業を控えた拓也さんに手紙が届いたのです。やっぱり怪我には自分自身怪我したから、それだけは気をつけて。そこにはこう書いてありました。一番心配なのは怪我です。自分も経験したからこそ本当に気をつけてほしい。そこに結果がついてくる。まずは無事故で。それは先輩でもあり同じ競技で頑張る兄からのメッセージ。そうですね、嬉しいですね。まあ、訓練に対しては非常に貪欲に取り組んでいると思います。1人が1回出るところを、まあ、2回3回とか、出たりですね、お兄さんの方にですね、まあ、少しでも追いつきたいというところはあるように感じられます。はい。そんな拓也さんの将来の夢は。今の目標は兄のと同じレースに乗れるようになることが目標ですね。これからよろしくお願いしますっていうことと、お母さんのこと支えていけるように自分も頑張るってことをやっぱちゃんと伝えたいですね。自分のため、そして家族のため、兄の背中を追ってボートレーサーへ。夢への道はもうすぐです。